落ち着いた。はい、この身に刻まれた傷が二度と癒えることはありませんが。ひひ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 。これから私、テル君たちとどう接したら。見事に壊れてる。命あってのものだねだ。両人には悪いが、割り切ってもらうしかない。それよりも、急ごう。残りの起点を破壊しなければ。起点たる万人を失った今、この世界は限りなく不安定になっている。何が起こるかわからない。あ、すいません。最後の起点に行く前に。わかっている。レフィ・アビリディスとフィルビス・シャリアの合流を優先しよう。全員で現実世界に戻らなければ。ありがとうございます。まだ何かあるのか。そのゴーストの姿、それがあなたの本当の姿なんですか。違うとだけ答えておこう。まあ似たようなものではあるが、私のことはこれからもゴーストとでも呼んでくれ。レフィーヤさんたちがいない。まさかこの世界の住人に連れ去られたのですか。ううん、待って、争った形跡がない。今のシャリア氏ならレフィウィリディス氏を守るために徹底抗戦するはず。なら、ここまで綺麗なままということは、自らこの部屋から出て行った。でも、一体どこに？心当たりはある。いや、二体目の番人が倒れた今、もはや残るはあそこしかないだろう。行こう。最後の起点。13番目の部屋に。最後の戦いを前に、この世界について私の見解を語っておこう。この世界は取り込んだものの記憶を頼りに登場人物を構成している節がある。それでは、ケンキ様たちが教師として存在したのは。ああ、君たちの記憶から作られたものだ。この世界の趣旨は私にも理解できないが、彼らは魔法学院という枠組みに沿って行動する。ということは、デル君が万人を倒して世界が不安定になってる今、学院の住人は全て敵だと。中には私たち同様囚われた者もいるだろうが、今は頭痛に苦しみ、大した脅威にはなり得ない。無視していい。あなたが言ってた創造主って。幼女の呪いの影響もあって、その表現は正しくない。だが確実に存在する。この夢の世界を作り出した真の元凶、根源そのものが。広いの、こんな場所があったなんて。ここが最後の拠点、13番目の部屋。奥を見てください。レフィーヤさん、フィルビスさん、ついにここまで来たか、歪みとその仲間たち。ベス、いや、この世界の上書きを跳ねのけた歪みそのもの、やはりあなただけは早々に始末しておくべきだった。ティオーネさん、いや、最後の番人。
世界の干渉に抗うあなたを取り込んでしまったがために私たちの楽園は崩れつつある。とんだ招かれざる客人だったわ、あなたたちは。あなたは、いいえ、あなたたちは何者なのですか。この世界は一体何なのですか。私たちは数えきれない改正霊、そしてここは私たちが集まることで生み出した無双の世界。改正霊に無双の世界。発端は忘れたけれど、深く傷ついた私たちは傷つくことのない楽園を求めた。その祈りは奇跡となり、この世界となって結実した。自我が薄い私たちの世界は最初真っ白だったけれど、あなたたち下界の住人を歓迎することで知識や記憶を吸収し変質した。それが今のこの魔法学院。ええ、同時にこの楽園の本質は傷つくことのない世界。悪しき心がない者しかこの世界では歓迎されない。行方不明者が出てた廃城で何かを感じた者と感じなかった者の相違は学園の脅威になりうるかどうかだったということ。私たちの楽園は完璧だったのに、あなたたちのせいで崩壊しようとしている。たとえ偽りの記憶と価値観を植え込まれたとしても、ここでは誰も傷つかない。現実の過酷から解放される、誰もが幸せでいられる、文字通り夢の世界だったのよ。真実を語るなよ、落ちた精霊たち。すでに君たちは実体なき身。夢を存続させるには聖者から力を吸い上げなければならない。この世界に取り込まれた者はいずれ無双に抱かれて死ぬことになる。君たちの言う楽園とは、ひとときの幸せと引き換えに死を引き渡す最悪の悪夢だ。その罪を自覚しろ、無双の食人家ども。よういめ、聖者でも死者でもない異端者、何者だ貴様は。何、私は真実、ただのゴーストさ。自分を見失うあまり断りから外れた愚者、その末路に違いない。この格好も随分皮肉っているが、私は気に入っているよ。そこだけは君たちに感謝を告げておこう。つくづく神経を逆なでしてくれる。もういい、お前たちはここで抹消する。記憶を改変することなく楽園の養分にしてくれよ。本性を表したか。行くぞベルクラネル、あれを倒せば現実に帰還できる。はい。フィルビスさん、どうして。まさかこの世界に洗脳されて。いいや、私は彼女、闇の剣道に力を授かった悪の魔法使い。世界の法則の外にいる。この身に洗脳は効かない。じゃあどうして。私は思ったんだ、ここでレフィーナとペロペロしてた方が幸せなんじゃないかって。え、闇の剣道たる我がマスターの話通りなら、現実に戻っても汚れた体と辛い現実が待ってるだけ。ならたとえ死す運命だったとしても、最後の時までレフィーナとイチャイチャ愛し合っていた方がいいじゃない。いやいやいや、絶対に後悔するから、天国で絶対に死にたくなるから。うるさーい。レフィーナだってこの世界で私と愛し合いたくて今もずっと悩んでいるじゃないか。私は誰？私はレフィーで、でもレフィーじゃなくて、あれは
記憶を上塗りして力を授けた本人もどうしてこうなったという顔をしているぞ。黙れ黙れ黙れ、私とレフィーナの小石を邪魔するお前たちの戯言に耳など貸すものか。やるぞ、闇の剣能たる我がマスターよ。いいだろう、ここで歪みとその仲間を処分することに変わりはない。私が直々に葬ってやる。戦闘は避けられないようですね。そういえばこの世界のティオネさんはどういう人物なのかまだ知らないような。薬学を教えていたし、そっちの先生なんじゃ。魔法薬学の権威にして魔法学院の校長かつ悪の大魔法使いでもあるティオネス・ワルプルギスが手を下してやる。設定掘りすぎ。行くぞフィリウスよ。ああ、私たちの愛のために死ね、ベストその一味。美はいいわね、行くわよ。お、来るのか。任せる。剣を答えてくれ。暗黒の時代を覆す光に。計画に狂いはありません。存分に暴れるとしよう。あまり期待はしないで。ダメだ、フィルビスさんがいるせいでティオネさんに攻撃が。レフィアビリリスを解き放て、メルクラネル。マイナデスの目を覚ますことができるのはサウザンドエルフしかいない。そして彼女を覚醒させられるのは君だけだ、リトルルーキー。僕いつもレフィアさんに怒られてるだけですよ。それでもこの中でレフィア様と一番交流しているのはベル様に違いありません。お願いベル君。わかりました。天罰なのかもしれないなんて少し思った。今まであの人のあの子の気持ちと本当に向き合おうとしなかった。本当の彼女じゃない、そんないろいろな言い訳をして、そのせいで今あの子は苦しんでる。それなら今僕がしなきゃいけないことは。レフィ、私おかしいの、ずっと頭が痛いの。私じゃない私がたくさん浮かんで消えていくの。頭の中がぐちゃぐちゃなの、どうしたらいいかわからない。でもこの気持ちは嘘なんかじゃないって、そう信じたくて。あなたのことを考えると幸せなの、胸が弾んで心が温かくなるの。私この思いを忘れたくない。レフィ、ベス、私どうすればいいの。レフィ聞いて、君はとても素敵な女の子だ。可愛くて優しくて僕は何度も見惚れた。あなたはこんなに可憐で魅力的な人だったんだって、そう思ってドキッとしてしまった。でも僕は君じゃなくてあなたに、レフィア・ウィリディスに勝ちたいんだ。あなたはレフィア・ウィリディス、ウィーシェの森のエルフ、神ロキと契りを交わした誇り高く偉大なファミリアの一員。あの時言ってくれたじゃないですか、信じてくれたじゃないですか、
認めてくれたじゃないですか。僕のことライバルだって。やっと私を見ましたね、ライバル。ごめんね、レヴィ。僕は君じゃなくて、あなたを。レフィーア・ウィリディスを選ぶ。だからレフィーアさん、目を覚ましてください。僕のライバル。信じるしかないじゃないですか。私がどんなに嫌いでも、この装備を届けに来てくれたあなたを、私を助けに来てくれたあなたを信じるしかないじゃないですか。私と一緒にここで永遠の愛を。バカなこと言ってるとアルクスレイしますよ。私の知っているあなたは夢に引きこもるエルフなんかじゃありません。本当のあなたは汚れていたとしても誰よりも気高い誇りを持っている人。あなたは私なんかよりずっと美しくて優しい人です。呪縛まで解けた。奴は私自ら力を与え解けるはずがないというのに。私とフィルビスさんの誇りの間にあなたが介入できる余地なんてこれっぽっちもありません。さあやりますよ、フィルビスさん。この世界ごと怪人に帰して私たちの地帯を忘却の彼方に消し去ります。この地獄、この屈辱、この苦しみ、すべて貴様のせいだ。すべてすべてすべてこの世界のせいだ。絶対に許さん。いいねいいねいいね、消えろ。一掃せよ、覇者の雷。狙撃せよ、妖精の射手。うがて必中の矢。怒りの魔法ですね。お気持ちはよくわかりますけど。うん、なんだったら私たちの分まで込めてくれてるって思えば。くそー、おのれ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 。
そうなれば変身した。あれは黒い精霊。夢の世界を維持するための力までつぎ込んだか。ならばもう一押しだ。あれを打ち倒せば全てが終わる。行くぞ。祈りを捧げましょう。大物だな。必ず手に入れてみせる。答えてくれ。所詮は空想の世界。そんな場所で帝王を気取る君たちにオラリオの冒険者が負けるとは思えんよ。これでファイアーボルト。精霊が完全に消滅。やりました。これで帰れるんだね。よかった。この揺れは根源たる精霊たちが消滅したことで世界そのものが崩壊している。脱出だ。急げ。急げって言ってもどこに行けば。あそこ広間の奥に穴ができてます。あの白い光の先へ行けば。走れ。足場が崩れて。ベルクラネル。な、コースタさん。行け。もう間に合わない。そんな、手を、早く。言っただろ、元より私はゴースト。構うことはない。後始末は全て私がする。だから、さあ。でも縁があればまた会おう。約束しよう、勇気ある冒険者。ベル様、早く。ベル君、ごめんなさい。ありがとうございます。起きなさい、ベルクラネル。ベル君、よかった。君だけなかなか目を覚まさないから心配したよ。ベル様、大丈夫ですか？体におかしなところはありませんか？エイナさん、リリー、あのコースタさんは？どこにもいない。おそらくはあの世界の崩壊に巻き込まれたのだろう。でもその代わり、ここはこの人たちは、もしかして行方不明になっていた人たち？うん、出されてた捜索願いの数とも一致してる。あの人にみんな助けられたんだと思う。おそらくはとても高名な明治の方だったのではないでしょうか。皆さんを助け出すなんて。コーストさん、オラリオから応援を呼んでこよう。この者たちを運ぶにしても人手が足りない。私が行ってくる。ベル
クラネル。あ、レフィーヤさん。ずっとぼーっとして、まだあの明治の方のことを考えているんですか？はい、最初から最後まで助けられちゃったなって。気持ちはわかりますけど、引きずるのはあの方のためにも。でもまた会えるんじゃないかなって。え？また会うことができるんじゃないかなって、そうも思うんです。約束もしましたから。そうですね、私もそんな気がします。ん？まだ何か用があるんですか？一応お礼を伝えに。あなたのおかげで助かりました。でもあの時の私は私であって私ではないので、くれぐれも勘違いをしないように、というか忘れるように。わかってますよ、みんなあの世界のせいでおかしくなってたってことは。それにそう思わなきゃ、一人の女の子を傷つけたことに打ちのめされそうだから。本当に醜態ばかりで散々で、だから私は間違ってもそんなことを思っていませんけど。レフィーはあなたに感謝していましたよ。レフィーヤさん、それって。何でもありません、気の迷いです、忘れてください。でもいいから。はい。さあ帰りますよ、フィルビスさんたちがもう到着します。レフィーヤさん、待ってください。レフィーヤさん。やれやれ、ウラノスに飛んだ冒険話ができてしまったな。無双の世界は完全に閉ざした。悪因となっていた海精霊たちの残滓も消滅、行方不明者も全員逃がすことができた。それもこれもベルクラネルのおかげか。都市を賑わすリトルルーキー、約束通りまたどこかで縁が交わることがあれば。期待しているよ、未だ小さき冒険者。君の勇気と思いが再び私の胸を震わせてくれることを。